北陸大学は石川県金沢市太陽が丘一の一に本部を置く日本の私立大学である。1975年に設置された。大学の略称は北大。学校法人、昭雲学園が母体となった。見学時は薬学中心で2021年時点は総合大学である。1975年に開学。 金沢市郊外に位置する四学部よりなる。薬学部は、初代学長、三浦隆次が、開学式の式辞で述べているように、近代薬学の理論並びに実践教育に加えて、東洋の文化遺産である中国の医薬の近代化研究の推進も目指して設立されたもので、ある。経済経営学部は、経済、経営、法律、会計、IT の五分野をベースに、 問題解決能力を要請、同時に公務員試験への対応も行う。国際コミュニケーション学部は、英語、中国語の外国語能力と国際感覚を磨くとともに、長期、短期の留学制度を充実させるなど、海外体験の機会を与えている。医療保険学部は、臨床検査技師、臨床工学技師の資格が取得可能。2005年度の文部科学省の 学術フロンティア推進事業に薬学部の共同研究プログラムが選定され、学術フロンティアの活動として、特別講演、大学院セミナー、サテライトミーティングなどが開催された。教室での講義をコンピュータサーバーに収録蓄積し、インターネット上に配信することにより、翌日には ID とパスワードがあれば、いつでもどこでも講義を学習できる。 遠隔学習システムで学習の効率化を目的に2004年度より導入されている。2006年から薬学部の学生確保を目指し、日本国内のすべての高等学校を指定校、推薦対象校にして、同推薦による合格者を大幅増と競合の急増を図ったが、全国の高等学校数が定員を大幅に上回る点を問題視する意見や、 一方的に指定校にすると言われても、戸惑うだけと不快感を表す関係者も出るなど、議論を呼んだ。見学の精神、自然を愛し、生命を尊び、真理を極める人間の形成。理念、グローバル愛。国際交流この大学には充実した、海外留制度や多くの海外姉妹校、協定校があり、海外へ留学する学生の比率は12.8%と、 全国第6位である。大学の規模と比べて外国人留学生を多く受け入れており、外国人留学生数は2010年度は国内第23位である。特に中国からの留学生が多い。昭和40年代に金沢工業大学や金沢経済大学などが相次いで設立されたことに刺激されて、金沢に 薬科大学を創設しようという市の会合が持たれ、1972年1月に、三浦隆次が代表となって、金沢東洋医学研究魂和会が発足したのが、始まりである。宇海定時や日本薬剤師協会長、文部省などに相談したところ認可が下りそうであった。ため、学校法人金、東学園金沢薬科大学として、設立準備を進めることとなって、 教員の人選や創設資金のなどに取り組んだが、実現は困難な状況となった。こうした状況に対応するため、三浦は田中義太郎とともに、金沢東洋医学研究懇和会を脱会して、今度は富山県出身で第76代文部大臣の松村健造を記念する松村健造教育財団を設立して、 これをバックに松村と結びつきが深かった、田川誠一にも協力を仰いで、日本海大学としての設立を目指したが、こちらも日の目を見なかった。そこで1973年2月17日に、今度は、元金沢市長の徳田洋吉郎に敬意などを説明して、助力を求めたところ徳田が翌日東京へ行って、元国務大臣の林家亀次郎に依頼し、 その際に秘書だった北義雄が資金面と経営の可能性があると答えて協力を開拓したため同年4月に林矢を委員長として学校法人昭雲学園設立準備委員会を発足させ1975年に学校法人昭雲学園により北陸大学の開学が実現した学校法人 松雲学園の初代理事長を、林家亀次郎が務め、三浦隆次が初代学長となった。1975年4月に薬学部だけを持つ、短科大学として開学された後、ついで1979年に大学院に薬学研究科、1987年に外国語学部、1992年に法学部が開設された。二千四年には、 外国語学部及び法学部を開祖して未来創造学部が開設され2006年に薬学部が4年生から6年生に移行2017年に未来創造学部が経済経営学部と国際コミュニケーション学部に開祖されるとともに医療保険学部が新設され現在へと至る学部薬学部経済経営学部 国際コミュニケーション学部医療保険学部大学院、薬学研究科別科留学生別科付属機関、研究所、センター薬局図書館、博物館相当施設オープン大学生涯教育27の体育会系、クラブサークルと16の文化系、クラブサークルが活動している。代表的な体育会系クラブ、北陸大学の大学祭は、北大祭と呼ばれ、 学園祭実行委員会が企画、準備、運営等を行っている。太陽が丘キャンパス太陽が丘1号棟交通アクセス、JR 西日本北陸本線金沢駅下車、北陸鉄道グループバス、北陸大学業にて、北陸大学下車。薬学キャンパス交通アクセス、JR 西日本北陸本線金沢駅下車、北陸鉄道グループバス。 北陸大学業にて、北陸大学薬学部下車。交通アクセス、JR 西日本北陸本線大小樹駅下車、加賀温泉バス、山中温泉行きにて、医療センター、または、西桂木町下車。本学学生には、見学以来、以下の通りの海外留学受け入れ校がある。1996年5月に、体育館の増築計画に、 虚偽の報告が指摘され、未記載の2階部分の詳細を含めて修正申告をしたが、翌年1997年3月18日には、同工時の建設費に関する虚偽の申告を再度指摘され、関連会社に負担させたにもかかわらず、大学側で負担した虚偽報告をしたとして、監督官庁の文部省から行政指導を受けた。 文部省はこの行政指導の際には前述の工事に関する問題のみではなく、大学の公共性を鑑み理事会などの運営体制の見直しと法人の管理、運営の適正化、理事会と教授会の協力関係の確立、内部監査の強化、初期定の整備、事務処理体制の改善、充実、強化の5項目の改善を要求し指導していた。しかし、改善は、 土として進まず、行政指導に対応した改善が見られないとして、同年9月初めに、理事会などの運営体制の見直しと法人の管理、運営の適正化、理事会と教授会の協力関係の確立、経理内容の公開などの改善を要求する2度目の、行政指導を受ける。これと、並行して、金沢労働基準監督署からは、教職員の休日出勤などに対する、 割増賃金の未払いを支払うように是正勧告され、約2000万円を支払った。そのため、1998年2月19日には、北原吉郎理事長の退任を求める本学の学生681名分の署名が、文部大臣宛に提出されたり、2000年9月14日に、法学部長、初谷義彦が、日本等を、 喉元数センチまで近づけられて学部長と教授を辞めるように脅されたとして、同年12月27日に、金沢地方裁判所に訴えを起こし、さらに同事件に関連して、実職願いは自分の意思に基づくものではなかったとして、教授職の地位保全を求める仮処分を求めた。この訴えは、同地方裁判所が2001年1月16日に、 地位保全を命じたものの、大学側は、同志の授業復帰を認めず、その理由を、地裁の決定は雇用契約上の地位を有することを、仮に定めたに過ぎず、授業担当や研究室の使用については、必要を認めていない。授業担当については、新しい体制を継続したい。とした。同志が、もともと担当していた、授業の受講を希望した学生が、 背後からがいじめにされて、教室の外に出された際に怪我をする障害事件まで発生するなど混乱が続いた。運営をめぐる教職員と理事長らとの混乱は収まらず、一方で理事長報酬月額280万円台を2009年秋に380万円台に昇給し、教職員ら学内の反発や文部科学省の調査と高額すぎる報酬は、 好ましくないとの見解を受けて2010年5月に元に戻す。他方、金沢労働基準監督署の是正勧告を受け、同年、2007年2月から2009年1月の職員割増賃金の未払い分の1000万円帳を支払っている。同年3月31日には、未来創造学部、田村光明教授とライヒエルトルート教授に対し、 平成19年度以降、科目がないことが確定しているという理由で解雇を発令。それに対し両教授は、解雇無効と地位保全の仮処分を申し立て、同年8月10日以下のように決定された。債権者らが、債務者に対しいずれも雇用契約上の権利を有する、地位にあることを仮に定める。債務者は、債権者らに対し、それぞれ、 平成19年8月から本案の第一審判決言い渡しまで毎月25日に限り35万円を仮に支払え。債権者らのその余りの申し立てをいずれも却下する。申し立て費用は債務者の負担とする。この決定は両教授の解雇に理由がなく解雇権の乱用であるから解雇は無効という判断を示すものであった。 北陸大学教授としての地位保全も認められており、同2007年10月19日には、不当解雇の撤回を、金沢地方裁判所に提訴した。2008年1月29日、田村光明教授とライヒエルトルート教授の解雇、撤回訴訟を支援する会と、北陸大学教職員組合の代表者は、同学対応が丘キャンパスを訪れ、同学理事長を呼び、 各理事に宛てた、両教授の解雇撤回要求書と賛同署名を提出した。裁判は一審で、解雇の無効が認められたにもかかわらず大学側が控訴し、4年半の法廷闘争を経て、2011年9月21日、両教授と理事会との解雇問題は、和解で法的な処理がなされた。その内容は次の通り。 原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることを認める。被告は本件解雇を理由とする一切の不利益な取扱いをしないことを確約する。被告は原告の授業担当につき、教学側の意思を尊重する2013年2月26日に、同学北原理事長が退任の意向を示し、辞表を提出した。同学では幹部らが経営正常化を求め、 理事長の退任を要求していた。翌27日には、小倉勤学長の理事長兼任が発表された、書籍版、発行順、定期刊行物総刊順、本文の転居。主な執筆者名の順、五十音順、本文の転居ではないもの、発行順、ありがとうございます。